分で覚える赤井さんの書き方。顎の線をきちんと書いて、おもながの輪郭を書くよ。ホチキスの針の形でまぶたを書こう。逆向きのへで下まぶたを書くよ。上まぶたを太くして下に長くまつげを書こう。三日月型の目を描いて瞳を真ん中に入れよう。目の高さから角度をつけて鼻を描くよ。耳の上から折り返しを描いてニット帽を描こう。眉毛はへの字で内側だけ太くするよ。左側に前髪をまっすぐ2本、雷型を1、2本描こう。反対側にもみあげと襟足を描いて完成だよ。描きたいキャラクターコメントで教えてね。